兵庫県神崎郡市川町にある日蓮州の寺院。旧本山は大本山妙賢寺、親子法苑。蓮泉寺は漢文11年10月13日に京都の本法寺17世に地球上人の弟子である千坂院日蓮上人により創立された。蓮泉寺が建った場所は三号寺号が残る新言州の寺院の旧跡で、 後藤八郎太夫の伝時となっていたが、八郎太夫は一州の道場となることをありがたく思い残らず土地を捧げた。日円商人が本邦寺十七世に地球商人の弟子であったことから、元は本邦寺末であったが、門中優和のために明賢寺の末寺となり、明賢寺の日空商人より承諾の書類を下された。日円商人は時の姫路上主。 松平山と守る直の利口と懇親が深く、着死に恵まれなかった直の利口に対し、四次誕生のために、東山の岸も神様信仰を進め、男子誕生という区読によって、三輪を賜ったことが縁起色並びに、直の利口の遺牌に記されている。公安五年十月十一日、日蓮聖人は十三歳の京一丸を枕元に、呼び、私は京都の天使様に、 ホッ行業の教えを申し上げたいと念願していたが、それも叶わぬ夢となってしまった。慶一願よなお日蔵と改め、立派な僧となって、慶へ上り、私の望みを果たしてください。と、帝と光景を託した。日蓮の異名を受けた日蔵は、学問、修行に励み、永忍2年に京都に入り布教をした。多周派から幾度も迫害を受けてしばしば京都から、 追放されたが、現行元年ついに不況の直挙を受けた。増子会とは、日蔵の恩に報いる法要で、門中寺院八火事にて林番で、増子会法要を務めている。増子会林番寺院、ありがとうございます。